あのー、まあ私はあのー、実はね怪談というのはいわゆる、まあ、怖い話とか怪異を語るあるいはそれを、まあ、文字に残すと文芸ですよねだから和芸文芸、まあ、言ったらエンタメが怪談であってオカルトはちょっといろいろと、えー、隠された神の英知とか、うん、そういうものを探るための。 え研究、まあ、論理立てをしたり系譜を立てたり、まあ、場合によっては実践をするということなんですけども日本のオカルトっていうと、まあ、あ,のあるにありまして、まあ、昔の神道であるとかあるいはご存知の陰陽であるだとか、はい、密教であるとか、うん、ああいうものも、まあ、日本でいうオカルトなんですけども今日はちょっとその中で、えーまあ、オカルトチックな階段を <laughs> 語ろうと思うんですけども。えー えー、M さんっていうね、あのー、僕の知り合いの方が、えー、僕の大学時代の話なのでっていうのでもう今から20年ほど前のことになるかと思いますけども京都のある大学に通ってたと、はい、だそこにねあの目立つ男がいると、うん、髪の毛を背中まで伸ばしてそれをこうくぐってるひげがぼーっとこう伸ばし放題ででも着てるものはなんか身なりがいいんですね なので目立つ。うん、あれは何者なんだろうって言って、まあ、好奇心があったんですよ。はい、で、ある日、学食で隣にいたんで、声かけてみた。うん、君、どこの、あれ、あの、学科で何年生って言うと、うん、あ,あ僕はあの、うんなんだ、なんとかなんとかと言って、あの何回生ですって言って、まあ、その M さんの1年生だ,よ、うん、だったんですね。はい、ああ、そうなんや。後輩だったんですね。うん なんでそんな格好してるんだ <laughs> <laughs> ただ、その後輩は、いや、まあ、ミッション系の大学でこういうのはおかしいですけど、僕、恩苗字なんですよ。へぇー。で、エムさんも、え恩苗字って、あれあの、ほら、ア倍の生命なんかしたとか、あ、はい、あ、あれとか、そうです。そんな仕事今あるんやわ、うん、あります。うん、えー、いや、あのー、まあ、僕は恩苗字とり、 うちは代々、陰明寺の家系で、<ー>で、親父も陰明寺やってると。ええ、で、僕は、まあまあ、修行のみで、親父と一緒に、まあ、いろいろ活動して、まあ、弟子みたいなことなんだけども、まあ、僕も近いうち、まあ、音苗字になると思います。へえ、ー。へー、そんなおもろいな、そんな分野。え、そんなこと、でも俺に言って大丈夫 <laughs> で大丈夫ですよ、そんな、イレイスですって。で、エムさん、会談好きなんで。はい。聞きたがり。ね。あの、音苗で言ったらさ、あの、 たたりがどうとか、から、呪いがどうとかそんななんか、えあの、相談乗ったり、なんとか行ったりするんちゃうのそうですね。ちょっとなんか聞かしてよ。つっ,ったら、その後輩が、んとこう考えて。この前こんな相談があったんですよ。で、今聞かされた話。はい、えある日まあ、そのそ、彼の家に電話がかかってきた。で、電話は二回線になると。一つは、 まあ、一般の人間としての名前で、まあ、電話帳に載ってる普通の電話。で、もう一つは、この、一家が、陰陽字であるということを知った人からしかかってこない。へえ、面白い。うん。だから、滅多にかかってこないんですよその電話。はい。その電話が鳴ったと。で、親父が出て、あ、もしもし、はい。どなったですかこの電話はどなったからお聞きになりましたか なぜこの番号を知ってらっしゃるんですかって言ってるんで、あ、次元なんやな、と。で、は、で、親父の顔がだんだんだん険しくなってきて、うん、どういう状況ですかそうですかはい。住所はどちらと。はい。はい、わかりました。すぐ参ります。ガチャおい、うん、あの、仕事や。ちょっと準備せ。って言われて、で、こそ、まあ、あ衣服である、衣装であるだとか、いろいろ道具を、風呂敷でいてくで、 親父さんの車に乗って親父、まあ、さんが車を運転しながらさっきどういう電話があったってことをまあ聞くわけですね<え>実はまあさっき電話があったのがまあ A さんというどうも中年の男性らしいと。でどうもその A さんという人はお酒好きで,でそのよく飲み行った帰りとかにまあ酔っ払って鳥居におしっこしちゃったり。 いうことがあったらしいけども。一週間ほど前。また酔っ払って戻って、で、朝起きると、表がザワザワしてると。とりあえず、お父さんは、どういうことじゃないやチ立当たり目がって、なんか、ザワザワザあれ何やろう。うちの家の前に、こうで人が集まってるみたいにあったら、その時、ピンポーン、ピンポーン、玄関がなって、で、出てみて、ガラガラっと開けると、やっぱ近所の人がわーっと集まってるの。はい で、いきなり、あんたがこんなことしたわって言われて、は,はって言ったら、鳥居がないんですよ。ない鳥居がないんです。あれって言ったら、あんたが、あんたがや,やったわって、ふっと見たら、その道端に鳥居が倒れてるんです、うん、はぁ。誰かに切り倒されたって言う。とほんで大騒ぎになってる。うん、えぇ、ー、僕違います、僕違います、違います。じゃあ誰やねんいうよ、分わかりません。だけど、これあんたの家の前に立ってんねやで。世の中に誰か、 人のケアしたとか、音がしたとか、あったはずやろ。いや、すいません、僕は酔っ払って帰ったんで、ちょっと覚えないです。あんたちゃうねんな。あ、えーはあ、僕知りませんって言いながら、ふっと記憶に蘇って、うんえー、あれ切ったん俺かもしれん。えー、って。で、まあ、ざわ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 して、しゃあないな、また、ごさんでも相談して何これ、なんかそれなんかな、言うてみんなお帰りになった時に、はあ、ひょっとして、って、家の裏に、納屋があるんですけど、はい、納屋に入って、見ると、ふっと あ大きなノコギリあんだけど。それに鳥居の塗料がついてた、うん、あやっぱり俺切ってるわ。酔っ払って鳥切ったわ。うん、えー、どうしようって言,うけど言えないんで。そうですね。黙ってたと。そしたら、二日後に、あの、その人のお母さんが亡くなったんですよ。それは朝になっても起きてこなかったんで、うん、お母さんどうしたって言って起こしてたら、もう亡くなってた。で、まあ、お葬式の準備をしてるときに、まあ翌日ですよね。 あの、娘さんが二人いて。二人ともまあ大学行ってるんで、まあ東京の方に行ってたらしいんですけども、娘さんが交通事故にあったっていう電話があって、で、どこそこの病院に、お葬式の準備してるんですよ。はいはいはい。で、とりあえずもう、渋滞なんでって言って、行ったらもう娘さん亡くなってて、で、二日連続お葬式が出たら、二日目のお葬式の準備をした時ときに、今度は、次女。同じ交通事故。えこれ即死。ええで、三日連続、 お掃除が出た時に、これきっと取り切ったからや、って言って、ま、神社に行って、すみません、すみません、あれは一晩悩ましてて、すみません、すみません、って、ま、一生懸命分かんだんだけども、一昨日い、奥さんが首を突った。気がついたら家で自分一人だけだった。で、あ、これ、このままだったら命取られると思って、一生懸命、なんとかしてくれる人を探しているうちに、ま、その陰陽師のを、ま、誰かから知らせてもらって、 で、もう、なんとか助けてくださいって、まあ、そんな電話だったと。はい、で、まあ、おみ字である A さんが彼に言ったのは、まあ、これからどうなるかわからんけども、神様に触ったらどうなるかっていうのをお前も見とけよって言われたんだって。はい、で、その A さんの家に着いて、で、ピンポン鳴らすとガラガラって開いて、A さん。もう A さん。もうちょっと飛んでるんですはは、<笑><笑>大丈夫っすね。はは、大丈夫っすね。って、ちょっと飛んじゃって。<laughs> やらす、やらしていただくことだけをやらせていただきますって言って、まあ、お父さんと一緒に準備をして、で、まあ、恩苗道としての、あの、いわゆる重複をやって、で、まあ、その、ご譜をあって、で、やるだけのことはやらせていただきました。<laughs> 大丈夫ですね、大丈夫ですね、って。で、じゃあ、借らせていただきますって、帰るの車で親に言われた。まあ、できることのでき、 できるだけのことをやったけどもまあ救えることと救えないことは世の中あってな。ガラスやけどあの人ももう23日の命やなって言われたら2日後にその人は亡くなった。え<ー>。だから神様に触ったらもうどうしようもないぞっていうことを僕は親父から教えてもらいましたっていうお話が。鳥をまあ 切ってしまった、はい、その時って記憶曖昧だったんですかだからまあ酔っ払って気が大きくなってたのかちょっと分かんないですけどもともと酔っ払っておしっこかけたりとかしてら、うん、それほどそういうものをあの特段大切なものとは思ってなかったんです軽視してたんですよね,ただ,ねただ切った時はこれはと思ったら、うん、自分が切ったということはしもだでもやっぱりこう罰当たりな行為ってよくねありますけどやっぱりそうのっていうのは本当に 怒りを買って、とんでもないことになってしまうことってあるんですね。だから、触らぬ神にたたりなしって言うじゃないですか。<ー>だから、神信じするのは別にいいと思うんですけども、えー、ただ、一旦神信任しちゃうと、ずっと続けなきゃいけないじゃないですか。たとえばーそれが、ひいおばあちゃんが始めた信仰だとしても、まあ、俺の代でいいやということが、できない。ですよね。<う>何がわか,からないもん。かんんだから、最初から拝まなかったら、神は、罰は当てないけども、えー んじゃうと利益はあるかももわからないけども買いがあるよっていうあの東京のです小野照崎神社っていう神社があるんですねこれ芸能に非常にご利益があると言われていて結構みんな眼かけにいいよよって言われた場所なんです渥美、うん、清さんが若い頃にまだ仕事がないと友達に相談したらなんか全部、ね、欲しがったら良くないから何か欲しかったら何か我慢しなきゃいけないんだよって言われて分かったでタバコをやめるとじゃあその代わりに仕事をくださいってそこで願掛けしたんですよ。うん そしたらもうその後に電話かかってきて、プロデューサーからで、トラさんやらないかっていう話があったと言われてる場所なんですね。その神社のホームページも載ってるんですけど。で、こんなことがあるんで、僕らは結構芸能界、芸人界はですごく有名なんですよ。だからそこに行ってタバコやめますとか言って、M1 の決勝に行った芸人僕何人も知ってるんですけど、うん、うちの後輩でオキシジェンっていうコンビがいまして、うん、ツッコミの田中くんっていう方が同じようにですね、タバコやめます、仕事くださいって言ったら、本当にその帰り道に、 マネージャー会で分かってきてレギュラー1本と単発の仕事2本決まったんですよ<ー>今までもうね月に1本仕事あるかないかぐらいだったのにえー、すごいなーって思ったんですけど2日後3日後ぐらいに先輩にそそのかされてタバコ吸っちゃったんですよ<う>そしたらこう2本の単発の仕事バレてレギュラー1ワンクール持たずに終わっちゃったっていうのがあったんですよああ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  ことはしっかり守らないといけない、ね。まあそういうことですよね。ね怖いですね、逆に。そうですね。だから、まあ神様っていうのは、だからそれほど、その御名字のお父さんが言ったように、触ったらこれは怖いぞっていうことを、お前に知らしやるってのはそういうことなんでしょうね。うんはー 武田さん、そうね、<ー>電話が2回線あって、こっちの電話っていうのが、なんかすごいだったですね。<笑><笑>ねもうそれ、それがなったら、もうそっち系やからね。それで、その人、その学生さんね、後輩行くんだけど、名前は普通の名前なんだけども、陰陽師としての名前があるらしくて、実はそっちが陰陽だと。はあ。聞いたら、日本人の名前じゃなかったらしいです。<laughs> うん、だからあの、やっぱり、名前ってすごく大事で、うん あんまりやっぱその音明堂の方とかって名前とか生年月日ってほぼ明かさないんですよ、ね。そう、そういうことですね。名前を特定されちゃうと、なんか我が物にこってやられちゃうというようなこともあるんじゃないですかね。だからその、そうなんですよ。だから、言霊って言ってね、えー、その名前というのも大きな、だから名前を書かれて偽装を書けられること。いや、名前がなかったらその偽装を書けようがないんね。そういうことでしょうね。 実際に陰陽師というお仕事が、未だに、続いてあるまあす。陰陽師、本当の意味の陰陽師はいないんですけどね。<ー>本当の意味の陰陽師は、まあ、朝廷に。そ使えてて。ね、いわゆる、まあ、その、いわゆる月見門、ええ、銀座本庁というところから。いわゆる、免許証みたいなもの、もらうんですけど。それは、明治になってから、もう発話、発行してないので。だから、いわゆる陰陽師というのは、朝廷に使える。 公務員なの、ね、<ー>もうそれは明治やって廃止されてるので、その陰陽師というものはいませんというのは、これは公式なんですけども、ただ、それまでに陰陽師の仕事をやってた人、いわゆる呪術のやり方をやったりだとか、はいはい、そういう知識のある人っていうのは、そのまま系統として持ってて、で、占いをやったり、はい、そういう彫刻をやったりしてる人たちが、まあ、今も陰陽師として残ってるのかなと。 まあそ表立ってはいないんですけど、うん、やっぱりこう日本という国はそういう方たちが結界を張ったり、うんはい、悪いものから守ってくれてるだから裏側で日本を守ってくれてる、はいるそういう集団がいるんだって噂あるじゃないですか、はい、あれって本当なんですか京都市はあのー、明治になってから建てられた神社だとかいろいろ国だとか京都府の施設があるんですけどこれをね地図上で見るとちゃんとそのあるべきところに,<ー>にかなってるんですねあります やっぱりだからそういう方たちの助言が入ってるですそういうことでしょうね。あの、僕の知り合いの方がね、ええ、奈良に住んでたんですけども、はい、その奈良のあるまあお寺さんがあって、そこにまあ一人、あの、おばあさんが住み込みで入ってて、坊主とかそんなんじゃないんですよ。ただに住み込みで入ってるおばあさんなんだけど、その方を訪ねていくと、その人にいっぱいいろんな著名な方が、 政治家の方です。はいはい,はい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 。で、何をしてんのかなって言うて、そのおばあさんの話を聞いたら、じゃあ、あの、石段でも歩きながら話するわって,って、一緒に歩いて行ったら、そのおばあさんが石段を歩きながら、もうずーっとこうやって、こんなんやってんだって。はい。何されてるんですかって言ったら、いっぱいだから霊が寄ってくるんだって。へぇ<ー>助けてほしい。はい。あそれでもこ <laughs> う、うん。で、時多ま自分の、その、僕の知り合いのこの足元も、なんか動くんだって、これ、ね。ちょろ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 っと。で、あれこれ何なのってっそのおばあさんが、いやそれは空物やから。 区仏うん。区仏氏なんですよ。はあ、だからこういう、あの、紙で切った人型みたいなものを駆使して、<え>なんか言うことき、あの、使い魔にしたりとかするような能力があるんでしょうね。式紙みたいなことですか、ね、ええ。だからそういうような能力のあるお母さんがいて、で、この人かどうかわからへんけども、その政治家の重鎮の方が訪ねてきていろ相談するという。 ある人がね、タクシー乗ってて、この人も階段付きで、ね、僕によく情報をくれる人なんですけど、運転手さんに、いつものことく、なんか怖い体験ないですかって言ったら、その運転手さんがーと、ああ、こんなことが前ありました。ある春のことでね、って言って、ええ、で東京の、まあ、隅田川の,あの、まあ、道を通っ立ちてたら、桜が満開で、ー綺麗やなと思いながら走ってて、で赤信号で、 タクシー止めるとふっと横と、ね、桜がたくさんあるところにいわゆる和紙を人型に切ったひらひらとしたものがひらひらヒラヒラとこう飛んでるんだで最初あ風に乗ってなんかたまたまそういうのが飛んでるのかなと思ったけど、うん、どうもそうじゃない楽しそうにこう飛んでるんだって石を持ったよ、ね、<ー>それを見て。ゾクッとしたのが 運転手さんね、お客さん、あの、いわゆる人型に切った和紙って、いわゆる陰苗字とかがね、飛ばしたりするって言うじゃないですか。うんうん、あれ何に使おうと思いますで、そのお客さんはそうね、あ,あの、まあ、僕ですからね、あの、まあ、ふっと吹きかけたい。でしょでもねご、ご存知だと思いますけど、呪いに使うんですよね。呪いをかけに、その、髪が。 てるんで、<ー>楽しそうに呪いをかけに行ってるのを見ても僕はゾッとして、<laughs> その日、あのう、営業運転終わった後、僕一人住まいなんで、<っ>とても家に帰れずに友達とこに泊まりに行きましたってその運転手さんおっしゃって。<laughs> 実際からあるってことあるんでしょですねこうね。